もう一度キックアウト、サイモン、サイモンのスリー、リバウンドゴールした大矢のダンク。ディフェンス、そしてこの中からの攻撃というのが光っています。青森バッテです。トップにいます。栗原とのマッチアップ、モンゴメリーとサイモン、サイモンのブロックをもう一度打ち込んでいった。攻撃点は青森に移っています。相田圭介、内田、右のウィングの位置から空いた、打ってきます、決めてきた。代わって空いた、内田が行くか、内田ミドルシュート決めてリード広げていきます。レクトンはここは苦しいパスになる。池田はいいパス通った、瀬田康平、井出優、東京 Z の管制塔はサイモンへ、サイモンが行きます、かわしていく、プルアップジャンパー、リバウンド福田、そしてトップの位置からモンゴメリーがやってくる。ありました、福田真央もしっかりとこのゴールしたリバウンドを取りました。鍵となるリバウンド、代わって井出もアタック仕掛けます。やられたらやり返す、キャプテンの意地。モンゴメリーがダンクを決めた直後のプレー、東京 Z の管制塔、キャプテンの井出優希、レクトンが抑えて栗原へ、栗原突破してきた、正面から来ます、これで同点、東京 Z。 両チーム最多17得点、ボールをもらってからのスピード、そしてこの跳躍力、一歩も両チーム譲らぬ試合展開となっている中で、相手はノルクパス、福田のスリー、きた、倒れましたがホイッスルはない。そのまま池田がアタックか、いや、デイビスだ、デイビスのロングツー、ここに来て正確なシュート、13点差。池田と栗原のマッチアップ、かわしてシュート打ったところ、14得点です。サイモン、スリーは来た、東京 Z 意地を見せるか、大谷へ長いパスが通った、スリー、大きく弾んだボール、ゴールした、ベクトン、84対66。両チームともに白熱したプレーを見せました。